これもね、前回飲まなかったから今回は絶対飲みたいので、このお店に売ってたから買っちゃいました。うわ、果汁じゃん。改めまして、小沢です。今はタイ・バンコクにいます。昨日ね、バスで9時間半かけてカンボジア・シェムリアップからここタイ・バンコクに移動してきたんですけど、今はカオサン通りの近くのホステルに泊まってます。で、ここが泊まっているホステルの、まあ、庭みたいなところになるんだけど、朝はね、こうやってコーヒーが飲めます。で、カオサン通りの近くだから場所もいいしね、中もまあ綺麗だし、ただ今回部屋がね、10人から15人ぐらいの部屋だから、まあ、ちょっとね、人は多いんだけど、まあ、寝るだけだったらそんなに気にならないかなっていう風な感じです。一泊がね、800円ぐらいで泊まれるから鬼安なんだよね、ここでね。前回タイに来た時もそのね、カオサン通りは行ったことがあって、でもね、まだね、回れてないところがあったみたいだから、この辺りをね、今日一日は回っていきたいと思います。じゃあ、タイ初日になるので楽しんでいきます。目パンパンだな。ちょっとね、お腹空いたからご飯でも食べに行こうと思ってますけども、ちょっとその途中にこんな場所に到着しました。じゃん、カオサン通り、懐かしいぜ、マジで。いや、前はタイに来て2日目か3日目ぐらいにここね、昼と夜歩いたのを今でも覚えてるわ。変わらず閑散としております。そうなの、昼間はね、もうね、やってないんですよ、ほとんど。ただ夜がね、パーティーみたいな感じになりますので、こちらの通り、これをね、抜けた後にあるお店に向かいたいと思います。今回のタイはさ、個人的にだけどすごく思い出があるというか、こっからさ、やっぱ僕の一人旅スタートしたから、すごいね、あるの、思い出が。すげえ覚えてるもん、ここ歩いたの。ちょっと泣きそうぐらい嬉しい。感動するわ。いろいろと感じながら歩いた。何ヶ月前だ、4ヶ月前ぐらいかな。今少しね、活気は戻ってきたっていう話は聞いてたけど、まあちょっと朝まだ早いから、あれかな、まだお店やってないだけかもしれないけど、夜はね、少しずつお店オープンしてるの増えてきたっていうから嬉しいな。やっぱタイに来たらこのね、カオサン通りは絶対だね。すごく何かを感じるものがあります。そうだそうだ、夜はね、こっちに行ってみたいと思いますので、ちょっと楽しみにしておいてください。ここをね、こう抜け切ったところにすごくね、夜雰囲気がいい通りがあるみたいだから、夜はそこで飲みたいと思いますので。はい、ということで、ご飯を食べにですね、ティップサマイプラトッピーというパッタイが有名なお店に来ました。で、なんと、テイクアウェイのみしか今やってないということで、目の前にある、ベンチに腰をかけず、中腰で食べたいと思います。こちらがですね、このお店の有名なパッタイになるみたいです。このね、パッタイはね、美味しいっていうのは聞いてたんだけど、前回ね、来れなかったから、なんかこのパッタイは薄い卵で巻いてあるんだよね。うん、マジうまそう。早速いただきます。なるほど、くっそうまい。なんだろうね、具とかはあんまり変わんない気もするんだけど、もう一個頼んだのがこちら。これね、すごく有名みたいで、なんかね、オレンジジュースなんだけど、もう果汁 100% みたい。これもね、前回飲まなかったから今回は絶対飲みたいので、このお店に売ってたから買っちゃいました。うわ、果汁じゃん。見た、うわ、
のさ、日本でさ果汁 100% っていうの、あれなんちゃってだよ。これマジ 100% だって出せないか。実がすごいの。伝わんないな、これ実なのよ全部。これやば。え？これめっちゃ。はい、またね、カオサン通りのあたりに戻ってきました。さっきのパッタイね、本当に美味しかったからマジでおすすめ。前回はね、カオサン通りのね、裏の方の通りに来たことがなくて、で、ここがちょっとね、一本入った通りになるんだよね。なんて言うんだっけな、ランブトリ通りみたいな、そんなような名前の場所になります。ちょっとね、まだ早いんだけど、今日の夜はここら辺のお店で今日は飲みたいと思います。どうやらね、夜になるとこの道の雰囲気はかなり良くなるみたいです。その前に私はちょっと向かいたい場所があります。ということで、タイマッサージ1時間コースに来ました。バス乗りまくってケツが痛いので、ケツを死ぬほど揉みほぐしてもらおうと思います。はい、だいぶ最高のマッサージを受けて、痛かったお尻が戻ってきました。1時間コースでね、250バーツだから1000円しないぐらいかな、で、それとプラスチップ代だから、まあ、チップ100バーツ払ったから、まあ、350バーツだとしても、1500円しないぐらい。いや、大満足のマッサージでした、マジで。この目の前にあるこちらでマッサージを受けてきました。その反対側のこちらのカフェで今バナナスムージーを頼みました。くっ、最高かよ。こちら50バーツぐらいだから200円しないぐらいです。バナナスムージー最高。このね、ランブタリー通りっていうのかな、この通りはね、おしゃれなお店が多いです。知らなかった。本当にね、この1個向こうがカオサン通りなの。全く知りませんでしたが、ここかなり良さそうです。はい、ちょっと聞いてほしいんだけど、今さ、マッサージをしてきたんだけど、僕の後ろにその女性のマッサージの方、結構若い方だったの今回、ありがたいことに。あざす。でね、あのそのマッサージとマッサージ師の方と僕の間にこう枕を置かれて、カモンって言われたので、僕何をやってくれるのか分かんなくて、そのマッサージのコースが。で、結論、その枕のところに僕の頭が乗って、こう肩とか頭を揉みほぐしてくれるマッサージのコースだったの、そのパターンだったの。でも僕分かんないから、そのままこう倒れちゃったの。分かる。で、僕の方が身長高いから、倒れるとここら辺に枕があって、僕の頭はその女性のさ、あのここら辺に行っちゃって、すんげー気まずい空気になっちゃったっていう話。ちょっとね、夕方ぐらいになったからね、カオサン通りの方に来てみました。飲みのお店に行く前にカオサンをちょっと歩いてみたいと思います。今19時ぐらい、やっぱ昼間とは全然違うね。人増えてるわ、めちゃくちゃ。あー、でも2月に来た頃より全然人が多い気がするわ。なんかこういった出店も前よりすごい増えてる気がする。相変わらずギャンギャンなってるな、音楽が。ちょっと何品か食べ歩きでもしよっかな。Excuse me, how much? やっぱり音楽すごいわ。ノリノリです、カオさん、今もなお。やっぱりこの道は動画撮れねえわ、音楽がすごすぎて。ここ覚えてる、前も一番すごかったとこだ。ここがちょうど中心ぐらいだけど、やっぱここまで来るまでが一番
音楽ギャンギャンで盛り上がっております。ここはね、新しいお店もできてる。どんどんいいですね。お、懐かしい。サソリです。皆さん、サソリはいらない。このよく食べてた美味しい串焼き買いました。美味しい。目の前ではノリノリのバーがあります。なんかこの通りはあれだね、クラブがたくさんある気がする。ちょっといかつめの人がたくさんいるわ。このね、細道を抜けてくるのがこの通りです。うれ、最高雰囲気。さっきね、マッサージ来た時は全然明るかったけど、19時を回ったぐらいはめっちゃ雰囲気いいわ。一個向こう、さっきのパオさんだからね。今回はね、ここの通りのお店で飲みたいと思います。はい、ということでこちらチャングというお店に入りました。ここはね、ランブットリ通りっていうんだって。ああ、全然読めなかったわ。そして、食べました。ビール、いただきます。めちゃくちゃうめえじゃん。あ、これチャングっていうのはあれかな、ビールの名前かな。ちょっとお店の名前はちょっと後で載せときます。雰囲気ね、やっぱいいね。ちょっと映したと思うけど、道の雰囲気もお店の雰囲気もさ、なんか光がランタンだったり花が吊るされたりしてて、すっげえ雰囲気よし、最高です。こちらランブリッド通り。タオさん通りはなんかこう食べ歩きとか買い物をするところがまあメインにした方がいいのかな。あとワイワイ飲むんだったらカオさんいいと思うけど、僕ここのランブリッド通りって知らなかったから、こっち僕おすすめ、静かに飲みたい人は。でこれがねメニューなんだけど、150から300バーツだから、まあちょい高いかな、タイにしたら。フィッシュ料理とかもあるし、そうだね、300バーツだから、まあ、1000円とか一品。ソムタムだ、全然口に合わなかった僕は。あとはこういう炒め物系で、今回僕はこれを頼みました。トムヤムクムリトルスパイシーでこちら頼みました。今日はね、お店も2軒ぐらい、まあ行けたら3軒ぐらいちょっと回りたいと思ってるから、ちょっと1品ずつね頼んでいきたいと思います。あとビール。来ました、トムヤムクンリトルスパイシー。そうだ、箸ねえなと思ったらトムヤムクンスープ頼んじゃったわ。トムヤムクンヌードルとか食べたかったんだけどさ、こんなクソ熱いのにスープ頼んじゃったよ、もう間違えたわ。おぉ、あ、辛いです。こんな暑い国で食うものじゃなかったです。しかも一人でこの量は間違えました。ちょっと厳しくなってきました。ということで飲みきれませんので、ガーリックパンを頼みました。 2,3 枚かと思ったらとんでもない量が来ました。これでね、食べたらちょっといいかも。うん、これうめえわ、正解だわ。はい、なんとかスープだけは飲み干しました、パンを使って。ちょっとね、具を入れたいわ。ちょっとそうします。ここあれ、昼間あれだよ、スムージー飲んでたお店、最高に雰囲気いいわ。でここがマッサージしてたところ、このさ通りの向こうの方で今飲んでて、これをね、通りをずっと歩いてきて、こっちにもねお店があった。しかも雰囲気も良さそう。ここら辺もそんなにガンガンうるさいお店ではないからいいと思います。雰囲気いいなと思って入りましたら、完全に先ほどと
同じお店に入ってしまいました。 Yes? How are you? Okay, today we have a pizza. How are you ordering? Yes. Pizza? Yes, 125. Oh, okay.ハッピーアワーだということで、ビールをお勧めされたので頼みました。失礼しました。全く同じお店なので、ただね、歩いてきて、まあこのお店が一番私は好きなんでしょう。先ほどのトムヤムクンスープもありましたので、反省を生かして具を食べたいと思います。はい、さっき飲んでたのは S サイズで、これはね、L サイズです。120バーツだよってお勧めされて買ってしまいました。でけえ、うん、味は分かりません。そっか、系列店があるんだね、ここのお店は。はいはい、ここが多分第2号店になるのかな。すいません、王道のチャーハン頼みました。もうアンパイでいきます。まさかの辛さで、今はカオサン通り近くの、ね、宿泊先に泊まってるんだけど、実際さ、三大寺院も近いのよ、カオサン通りから。だから三大寺院も行けるし、僕が泊まってるそういった安い宿もたくさんあるし、あとはさ、やっぱいろんな国の人が集まってるから、なんかね、面白いよこのカオサン通り。なのでね、また以前行った時とはまた違ったカオサン通り周辺が楽しめたので、今日一日めちゃくちゃ充実して良かったです。ということで今回はこれで終わらせてもらいます。ぜひね、面白かったという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。今日はこちら、同じお店2つ目で終わらせてもらいます。また次の動画で会いましょう。バイバイ。